ていうのかな。あ、それなのかな。まあ、一回じゃあこれで、はい。今もうかな。OK。限定はやめたってこと。あ、流れてます。あ、もう流れてます。はい。ごめんなさい。今聞こえますでしょうかね。泣いて。カブチ泣いた。聞こえるようになったでしょうか。聞こえますか。聞こえた。聞こえてないのかな。聞こえた。あれ？出てきないね。あ、聞こえた。あ、聞こえましたか。あ、よかったよかった。じゃあもう一回やる。じゃあ改めて頭からいきましょう。はい。はい。あ、切った切った。声が遅れて。はい。はい。はい。いずんだって人間だもの。生配信スペシャル。はい、すいません、いきなりトラブルからスタートいたしました。前もだったけど ね。改めまして、今日から生配信をスタートいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ヤンズイサイズグレーあ、どうも、シテンドウジです。ヤンズイサイズグレーダーカリエです。はい、よろしくお願いします。お願いします。でね、生配信何やるかっていうことなんですけども、うんうん、まあもちろんね、これ日本史動画なので、うん、ちょっと最近忘れがちですけども、これ日本史を教える動画なんですよ。知ってる。はい。なのでね、うん、この生配信でも日本史を楽しく学んでいこうと思うんですが、うん、まあ、ただね、教えるだけでもつまらないので、うん、茜ゆいと、はい。四天王寺の対決を行いたいと思います。対決、絶対勝つじゃん、そんなの、日本史わかんないのに。いや、いろいろなハンデも用意してますから。本当？でね、ただ対決してもね、やっぱなんかやりがいないでしょ、うん、ない。うん、なので、うん、もしベビちゃんが勝ったら、うん、賞金を用意しました。やったー。今までご褒美何もねあげられてないですから。本当だよ、ごまかされてきた。はい、生配信なので大奮発です。えい。はい、しかもね1回のね最高賞金こちらの1万円です。熱々。おままです。頑張ってる、元を取るぞ。本当だよ、うん、はい、ね、頑張れば1万円もらえますか、うん、はい、まあ、その代わりベビちゃんが負けたら、うん、もう告知でも言ってますけども、うん、コスプレ衣装に生着替えしていただきますよ。それ全然拍手できる。はい、こちらのほらね、衣装をベビちゃんに用意してもらいました。だってさ、なんか需要なくない？そんな。いやいや、皆さんね見たいと思いますよ。そうかな。これどんな衣装なの、ちなみに。え、これでも撮影会とかでさ、なんか揃えてたらどんどん増えていって、うん、だから撮影会来てくれてる人とか結構見たことある、ファンの人からもらったのとかも入ってるから。あ、そうなんだ。うん、これね、私が勝てばね、ベビちゃんが、うん、このね、この中からどれか一つ選んでね、生着替えしていただきますから。それ私が選んでいいの？うん、まあ、あとほら、皆さんコメントでね、どれにどれ聞いて。え、怖い怖い怖い。まあ、ちゃんとあくまでも参考にね。うん、はい。なんで皆さん、ちょっとぜひね、私のことを応援していただければと思います。はい。はい。じゃあね、早速いきますか。いきますか。うん。うん、対決の3つ用意してますから。はい。はい。よろしいですかね。OK。はい。ではまずね。うん。ルールは？いや、まずね、ほら、タイトルコールしないと。タイトル？あ、タイトル？はい。それではいきましょう、うん。まず最初の対決はこちらです。じゃん、じゃん。明日は何の日？ピッピークイズ。イエー。はい、じゃあベビちゃんね、ルール説明お願いします。はい。私、あ、四天王寺が出すクイズ3問で、うん、私が勝ったら10ポイント、うん、私が負けたら四天王寺に10ポイント入るっていうことですね。そうです。まあいつもね、今毎日ね、うん、明日は何の日？プップーっていうコーナーをね。うん、やって、その明日、どんなことがね、今までにあったことか、うん、まあその明日生まれた人誰かみたいなことをね、うん、紹介させていただいてるんですけれども、うん、まあそれをこう生でね、ちょっと今回やろう、うん、はい。で、その中から3問、問題出しますので、うん、はい。いつもね、ちょっとぼーっと聞いてるかもしれないですけど、今日はちゃんとタップじって聞いてるよ。ちょっと反応が遅いだけだよ。さあ、聞いてる時ほど反応が遅いんだ。ね、多分3秒ぐらいリアクションが遅れるね。はい。はい。わかりましたか？わかった。はい。それではね、いつも通りじゃあ見えますか？うん。ね。はい。はい、いきますよ。せーの。明日はな。せーの。
明日は何の日ぷっぷなんか面白いね、生だと緊張してます。そうだね、はい、まあ、いつもこんな感じでやらせていただいてるんですけれども、うん、はい、ということでじゃあ始めますよ。はい、はい、じゃん、はい、はい、ね、10月8日は何がありましたか。はい、こんなことがありました。じゃん、じゃん、はい、ね、日野富子が足利義政の、うん、ここはそうですね、パッポでいきましょう。ここは、うん、ね、日野富子が足利義政のフェイスになる、ね、うん、あと会津戦争、ね、これはもう幕末の戊辰戦争の一つですが、うん、白虎っていうね、もう16歳から17歳のね、うん、若い少年たちが飯盛山で自陣しました。悲しい出来事もありました。あとね、もう 10.8 といえば、もうとにかく巨人と中日のね、うん、もう同率決戦っていうのがあったんで、勝った方が優勝ってね、うーん、もう桑田とね、牧原とね、斉藤がね、もうエース級3人なんだ、3人の豪華リレーで巨人が優勝したんですけどね、まあ、この話するとそれだけで、ね、すが、うん、はい、でね、2つ目にほら、ハテナがあるでしょ、うん、ホニャララが釜茹で処刑、1954年にあったんですよ。処刑されたわけ、うん、ね、はい、でここで早速第1問です。じゃじゃん、じゃじゃん、はい、この1594年ホニャララが釜茹で処刑に遭いました。このホニャララに入る人物は次の3人のうち誰でしょう。全然わかんない。1番、うん、ネズミ小僧、お墓参りしましたね。した、はい、2番石川五右衛門、うん、3番清水の次郎長、ね、だみんなわかんないんだけど、おなじみのね、悪党3人ですけども、うん、石川五右衛門聞いたことある？名前わかんない。まあ、ルパン三世に出てくるでしょ？ああ、石川っていうのは知らなかった。ああ、五右衛門って言ってる。あの人なの？うん、まあ、あの人の、まあ、モデルになったのに、実は実在する人物いるんですよ。へぇ、で、清水の次郎長っていうのは、まあ、いわゆるね、うん、ヤクザモンの人ですけど、うん、まあ、これもよくドラマや映画になってます。うん、はい、この三人のですね、釜茹でされて処刑された人がいる。うん、はい、それは誰でしょうか。これね、ヒントとしてはね、うん、まあ、1594年なので、うん、まあ、時代で言うとね、安土桃山時代、まあ、豊臣秀吉がね、政権を握ってたことですね。秀吉に処刑されたのは誰かって話です。え、全然そんなの分かんないじゃん。まあ、じゃあ噛んでいきますか。噛んでいくわ、ね、うん、はい、それではじゃあお答えください。噛んで、はい、私2番か3番だと思うから、おう、2番にする。2番の石川五右衛門、うん、なんとなく、って、うん、あの五右衛門ってパスタ屋さんだからさ、釜茹でがパスタだから、いやー、鋭いね。それしかないだから、それが引っ掛けなのか引っ掛けじゃないのかっていうとこだよ。なるほど、茹でるつながりで、それしか考えられないから、もう私はストレートに行きます。わかりました。ファイナルステンドーチ、ファイナルステンドーズ。正解は、じゃん、2番の石川五右衛門でした。すごい。なるほど、茹でるね。そう、でも五右衛門ってそういうことかもね。やったー、すごい。はい、ということで、ベビちゃんにね、10ポイント入ります。やったー、応援してるみんな。私が勝つように。これね、石川五右衛門って本当釜茹でされてさ、うん、しかも本人だけじゃなくてね、お母さんも子供もね、もう一族みんな釜茹でにされちゃったの。なんで？もう連帯責任で。ひどいね。そうでね、諸説あるんだけど、うん、そのね、あの残ってる記録によっては、うん、お湯じゃなくて油でさ、揚げられたんじゃないかっていう。マジで、まあ、それぐらいね。誰が殺したんだっけ？豊臣秀吉。もう豊臣秀吉嫌いになった。こんな話ですね。いや、なんかもうそれ以前に嫌いになった。お城を買ってくれたの？ちょっと悩んだ。悩んだ。うん、嫌だ。そっか。うん、まあ、そうなんですよ、うん。で、それでね、ほら、五右衛門風呂って聞いたことない？ある。あるでしょ？まあ、そう、あの、大抵さ。あ、そっか、そういうこと。そう、あれはこの五右衛門から来てる、ね。あ、じゃあ、私の顔全然違うじゃん。まあ、でもね、あのね、スパゲッティやパスタの五右衛門もそうかもしれない。かなぁと思って、あ、そっか。はい。いや、見事ね、正解ですよ。やったー！ 10 ポイントですよ。イェイ！はい。
でね、まあさっきのね、はい、10月8日の出来事に戻りますけども、うん、はい、ここからね、今回ちょっと一つ取り上げて、うん、はい、ご紹介するんですが、はい、今回取り上げるのはこちらです。じゃん。じゃん。はい、日野富子が足利義政の正室になる。うん。はい、日野富子さん覚えてますか？ここからね、一回取り切りで大丈夫ですよ。はい、ね。日野富子といえば、はい、こちらのじゃん。じゃん。はい、日本三大悪女の一人。うん、ね、あとそのほら旦那のさ浮気に暴れてさ、うん、浮気相手の両口子北条政子さんと、うん、ね、それこそ秀吉のね、うん、奥さんだった淀殿、うん、はい、それとこの日野富子が日本三大悪女と言われてます、うん、はい、でね、このね、日野富子さんは、うん、はい、この16歳でね、はい、室町幕府の八代将軍の足利義政という方に嫁ぎます、うん、ね、うん、ただの結婚したんだけども、うん、はい、なかなかね、子宝に恵まれなかったんですよね。そうなんだ。そうでね、義政さんにはね、側室が何人かいたんですけども、うん、はい、側室はね、子供ができるんですよ。どっと？でもね、日野富子だけできなくてさ、なんで側室の連中には子供がいるのに私だけみたいな。確かに。はい、まあ、そんな思いでいたところ、うん、はい、こちら。19歳でね、念願の、はい、子供が生まれます、うん。よかったですね。うん、よかった。はい、ところが、うん、じゃん。じゃん。なんと、生後1日で死んじゃうんですよ。すごい。不運っていうのかな、なんだろう。まあ、不運ですよね。そっか。はい。で、ここでも一回ちょっとパーポに戻っていただいて、うん、はい、ここで第2問です。はい、じゃじゃん。じゃじゃん。はい、子供を失った日野富子さんですが、うん、まあ、ちょっと撮ったという字が間違えてますが、ね。撮影しちゃった。はい、撮影しました。はい、子供を失ったね、日野富子さん、もう日本三大悪女ですから、うん、まあ、とんでもない行動に出るんですよ、うん。はい、その日野富子が撮った行動とは次の3つのうちどれでしょうか。うん、1番、側室の子供を全員自分の子供にしちゃった。ね、もう自分にもお前子供いないんだから、もうあんたたちの子供全員ちょうだいっつって。全員自分の養子にしちゃったってことです。ね、うん、はい、だからもう私の子として次の将軍にするってことですね。ね、はい、2番、側室を全員義政と面会禁止にした、うん、まあ、あんたたち会わないで、これ以上ちょっと義政のことも作んないで、うんうん、もうね、もうね、面会中絶、うん、はい、3番、側室を全員京から遠方に追放した、うん、もうね、いくら会うなっつってもさ、うん、近くにいたら会っちゃうかもしれない、こそこそ、うん、あったときに特にいなさいっつって、もう追放しちゃった、ね、うん、はい、この3つのうちの1つは本当にもう決まってないと、はい、うん、どれだと思いますか。これヒントないんだ。ヒント、うん、まあ、だから側室だけに子供ができて、うん、まあ、やっぱり側室が逆恨みされるわけですよね、うん、うん、では側室に対してどんな集中したかっていう。そのままじゃ全然ヒントになってないじゃん。まあでもほら、大体なんとなくさ、そういう三大悪女と言われるぐらいですから。はい。でもこれ悪女のさ、出し方だよね、要は。うん、その人によるからさ。だからベビちゃんだったらどうするかっていう。ベビちゃん3番。お、絶対ほら2番絶対合うよね。絶対こそこそ合うに決まってんじゃん。で、1番は、なんか他の人の子供をさ、うん、そんな自分の子供にしたって愛せないし、うん、なんかそれは嫌だ、気持ち悪いって思ったかもしれないから、はい、3番しかないって感じ。3番ですか。そうだけど、うん、この人だったら1番の可能性もあるなって思って。まあ、こういうね、そう、うん、さあ、どうしますか。だけど素直に今日は行く3番、うん、あ、ごめん、言っとった、3番かな、3番、うん、と思った。ファイナル四天王寺。ファイナル四天王寺。本当にいいの？いい。わかりました。それでは正解はこちらです。じゃん。3番の追放でした。だって今日はね、本当にね、ストレートに行った方がなんか当たる気がして。おかしいな。やったー。はい、ベビちゃんにさらに10ポイント入りました。ベビちゃんが悪女ってことだ。そう、悪女だね。はい、じゃあこれまた取り切っていただいて、うんうん、はい、じゃあね、ちょっと日野富子さんにもうちょっと説明していきますね。はい、はい、まあ、そうやってね、側室全員ね、追放しちゃったんですけど、はい、その中で、
はい。選んだ相手。はい。それがね、この人。はい、じゃん。じゃん。馬参りのつぼみ。お参りみたい。この人ね、この前さ、堀島一平さんがさ、歴史君とやった、ね、日本三大ドンファン決定会議に出る。覚えてますか？覚えてますか？え、全然覚えてない。この人はね、まあ、いわゆるね、吉村さんのね、ウバの目元ですね。まあ、いわゆる、こう、父親さん、お母さんの代わりにあげてた人です。はい。でね、まあ、お父親をあげるだけじゃなくてね、もう吉村がね、もう、今でいう小学生ぐらいに上がってきたりね、はい。もうセックスの顔。うん。これ、視点同士が書いたと思って気持ち悪いわ、これ。そう。まあ、手取りは一人ね、うん。はい。名前も、吉村さんが言ってるんです。はい、まあさあだからね最初はねそういう馬だったんだけど途中から側室になったんじゃないかとも言われてるんだよね、うん、だからまあ日野富子としては無視できない、うん、でさ富子さんさ、まあ、子供が亡くなっちゃったじゃない、うん、でもう子供がね死んだのは、うん、ね、まあ、誰のせいかっつったら、うん、はいだけど言ってますね今参りのつぼみが呪ったからっていうふうにさ、うん、もう彼女のせいだ決めつけるわけですよ、はい、でも今参りのとにかくね、壺のもう邪魔で邪魔でしょうがない、うん、はい、なんで琵琶湖のね、沖島っていうところに流しちゃってね、まあ、あんたもあっちの方行きなさいっつって、でね、まあ、これだけならまだしも、うん、そのね、島に行く途中にね、うん、今参りの謎の死を遂げる、なんで？そうでしょ、これまあ自殺とも言われてるけども、うん、まあ日野富子の届きたんじゃないかってなるんですよね、怖いよね、女の恨みって。怖いよ。でね、まあ、先ほども言ったように、まあ、他の側室も全員追放します。ね。うん、で、その後ね、日野富子さん、やっとね、子供生まれるんだけども、うん、まあ、女の子はね、生まれたんですけどね、男子がなかなか生まれないんですよ。うん、うん、自分の子供を次の将軍にしたいんだけどさ。そっか。なかなか男子が生まれなくて、うん、でもしょうがないからね。うん、その吉政の弟の吉見って言われたんだけど、うん、まあしょうがないからまあね、弟をじゃあ将軍にしようかって話になるんですよ。うん。うん、そしたらね、うん、弟生まれちゃったんだよね。そう、吉見を将軍にするって言った後にさ、生まれちゃったんだよ、男の子。この人さ、うん、タイミング悪くない？タイミング悪いんだよね。そう、でもさ、うん、吉見にはさ、もう将軍になってって言っちゃったけどさ、まあでも息子せっかく生まれたからさ、まあ、義久って言うんだけどさ、まあ、将軍にしたいしみたいなことでさ、うん、で結構いろいろ揉めるんだよね。うん、で、そのいわゆるさ、まあ将軍ね、後継者問題っていうのが、まあ俗に言うその、応仁の乱の一因にもなったって言われてるんだよね。うん、10年以上続く作戦なんですよ。ここから戦国時代に突入してくるから、うん、まあ元を正せば日野富子になかなか男の子まで生まれなかったりとかさ、うん、ね、そっか、そうで応仁の乱が起きてさ、うん、まあ、東軍と西軍に分かれてさ10年以上戦うわけですよ、うん、でその時に日野富子さ悪女だから、うん、ね、それでみんなが戦ってる間にさ、うん、でもう両軍にさお金を貸し付けてさ、うん、はい、自分では資産60億も稼いだらしいよ、すごい、なんだよね、はい、はい、そんな日野富子の人生でしたね。いやおめでとうございます、これでも嬉、はい、しい、ね、アホなのに当たるっていう。はい、じゃあまたパワポに戻っていただいて、はい、じゃんじゃん、10月8日に生まれた人は誰ですか。はい、こんな人が生まれました、じゃんじゃん、はい、ね、宮沢喜一さんっていうね、元総理大臣、浜名家のね、もうん、ブルーノマーズもね、うん、強くなね、でね、明日ね、ウエンツ英二君もね、明日誕生日なんですよ、パチパチ、うん、でウエンツ君はね、僕は、うん、火曜サプライズという番組でさ、うん、ずっと一緒にお仕事させていただいてるんですけども、うん、まあ一昨年さ、まあ、ご存知の方も多いと思うので、いきなりロンドン留学するって言い出してさ、うん、まあ、言い出してたんだけど、うん、そうなんですよ、それでね番組をさ、うん、急に休むことになったんですけども、うん、まあそのさ最後のね留学前のさ最後のロケってなってさ、うん、まあね、しばらく休みになるからさ、みんなこうね、ウエンツ君と、ああ、最後のロケだな、みたいな感じになるじゃない、うん。なのにね、あの男ね、大遅刻してきたんですよ。最後のロケなのに。そう、あろうことか。ね、うん。はい。そこで、うん、第3問。
きますよ。じゃじゃん。はい、ウエンツ君が最後のロケに遅刻した理由は次の3つのうちどれでしょう、うん、1番、うん、朝まで酒を飲んで泥酔状態、うん、前の日にね、うん、2番アイスを食べ過ぎてお腹を壊したから、うん、3番持病の切れ痔が悪化してしまったから、うん、はい、そのうちウエンツ君が遅刻した理由はどれでしょうか。こんなのわかんないよ。わかんない。まあほら、ロンドンにさ、旅立つわけじゃない。うん。うん、だからその直前っていうことが一つだね。それヒントなの？ヒントですよ。ヒントなんだ。はい。それヒントだったら、なんだろう。はい、絶対一番ではないと思う。そういうタイプじゃないと思うから、それは四天王寺じゃんって感じだからさ。ね、どんだけ酔っ払ってもらうけにはいきますよ。いや、そういうもんでなくて、泥酔って感じはしない。電波直感って感じかな。はい。そっか。はい。決めた。はい。2番。2番のアイスを食べ過ぎてお腹を壊したから。うん。だって、持病の切れ痔がさ、うん、悪化するってさ、うん、いや2か3で迷ったんだけど、うん、変えてもいいよ。なんかアイスが向こうの国では、うん、なんか自分の好きなアイス食べれないとか、ね、そういうのかな。やる気が向こうじゃ売ってないみたいな。そういうこと。いや、1番かな。ん?1番。なんで急に変えたの？なんとなく1番にする。急に変えたのに。うん、急に変えた。わかりました。いいんですか。なんか、うん、なんか怪しいなと思って、一番かな。ファイナルステンドーズ。正解は、じゃん、一番です。なんで変えたの？なんとなく、降りてきたから。マジで？うん、なんとなく。まあ普段はもちろんね、そんなことするようなことじゃないんですけど、うん、本当だ。ほら、ロンドンさ、やっぱ行く前だから、みんなさ、留学行く前に会いたいわけですよ、ね。うん。うん、で、前の日がね、小栗旬さんとのロケだったんだよね。すごい。で、小栗さんがさ、うん、まあロケ終わってそのままさ、まあ別にね、最後だから飲もうやっつってさ、うん、で、飲み始めたはいいんだけど、うん、そこでどんどん集まってくる。さ、吉田幸太郎さんがさ、まあ、そうそうたる人たちが集まってきちゃったんで、うん、もう帰るに帰るなんて、もう朝までガンガン飲まされてさ。そっか。そう、もうそれで遅刻してきたっていうね。まあ、でもね、3はね、だってね、直前にって言うからさ、やっぱなんか違うなと思った、ね、直前に急に悪化するはずないもんね。ああ、でもね、まあでも、切れ痔は切れ痔。それもね、間違いではないんだよな。精神的なもんとか？いや、もともと地持ちだったんだよ。うん、でほらお酒飲んだら悪化するからさ。あ、そっか。そうだから、それも一つの理由ではあるんだけども、そっか。そう、まあ直接の原因はね、うん、一番のデースしたからでした。ということでね、パーフェクト、やったー、30ポイント獲得です。パチパチ。いやー、やばいね。さあ、まず、あ、1回戦終わりましたが、はい、皆さんコメントいただいてますかね。パチパチ。3万円ゲットって勘違いしてる人がいる。ああ、そう。全部終わったところでの賞金ですからね。終わって、どれが当たるか分かんないですよ、しかも。そう、しかもね、ね、抽選ですと。パチパチ、やったー。そうですか、皆さん。見ていただいてますかね。楽しんでくれてる。一緒にね、うん、声ちっちゃいぞって。あ、待って、聞こえない？私は聞こえてるよ。でもほら、私の声がでかいからかもしれない。俺の声がね、なかなか通らない声だからね。でも本当に思った。この間、その、うん、横でさ、うん、声取ってて、すっごい大きい声出してるの、うん。すっごい大きい声出してるから、それ出しすぎだよって言って、取ってるやつ聞いたらめっちゃちっちゃかった。びっくりしたのね、本当に。うん、多分ね、周波数の問題だと思うんだよね。絶対そう、隣で聞いてたらすっごいうるさかったから、うん、声を抑えた方がいいよって言ったのがね、うん、そう違かったもんね。だから電車の騒音とか車の騒音と多分周波数一緒だから、うん、電車の中で俺の YouTube 聞いてても全く聞こえないんだよね。聞こえないし、車もね、聞こえないよね。できるだけね、大きい声出しますんで。はい、よろしくお願いします。
頑張ろう。はい、じゃあ次の対決いきましょうか。はい、はい、続いての対決はこちらです。じゃん、じゃん、偉人しりとり対決。うわ、トレビちゃん、ルール説明お願いします。はい、私は四天王寺は偉人縛りで、うん、しりとりで、私は何でも OK、うん、当てばかが悪いから何でもにしないとついてダメだから、うん、偉人わかんないし、うん、勝ったら、うん、ここで、いやー、ちょっと甘やかしすぎたかな。まあただね、ただしりとりは面白くないじゃないですか、うん、なんでこちらを用意しました。じゃん、じゃじゃん、次元爆弾風船。本当に怖いんだけどこれ、ね、なんでこれもう膨らんでるね、これね、うん、このほらあるでしょ、うん、こうさ、え、怖い、回してさ、これを栓抜くとさ、次元爆弾がスタートするから、うん、怖い。そうだ、これをこうやってさ、ね、しりとりでさ、うん、こう渡し合ってさ、うん、で自分が持ってる時に割れた方が負けっていうね、非常に古典的な、い、はい、非常に古典的なね、めっちゃ怖いんだけど、はい、これね、めちゃくちゃ怖いよマジで。いや、だってここにさ、うん、いるだけで怖いもん、うん、風船が。じゃあね、早速ね、これ抜いた時点で始まりますから。え、怖い、じゃあ先行後攻じゃんけんでいきましょう。どっちでもいい、私後攻がいい。え、分かった、じゃあ俺先行でいい。うん、はい、じゃあね、これ本当抜いたら始まっちゃうからね、うん、いいですか、うん、じゃあ早速いきますよ、うん、はい、それでは偉人しりとりクイズスタート。はい、あ、徳川家康、スイカ、か、か、か、あ、おー、やばいやばい、か、か、か、原沢俊樹出てるか、海部俊樹、木下藤吉郎、し、聖徳太子、し、しまま、マミヤ林蔵、う、うし、あ、う、う、海、海、海、に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 、あー、こー、こー、まあ、全然出てこない、こー、怖い、めっちゃ、ね、これ持てない、怖くて、私牛2回目やっちゃった。本当はその時点で負けたけどね、突っ込む余裕もなかったからさ。あー、怖かった、私こういうの本当に苦手なんだけど、まあ、俺の中が三沢光晴の偉人なんだけど、なんか気持ち悪くなったもん。怖くて調子悪くなっちゃった。大丈夫大丈夫。いやー、出てこないもんだな。あ、もういろいろ今だったら全然出てくるけどね。あー、怖い。みんなも怖い怖いと思わないよね。ここ現場は怖いよね。ね、これ音どれぐらいで聞こえてんだろうね。確かにバンって、でもそんなには聞こえてないかもね。そうかもね、この怖さって。この怖さ、まあ、オートパワー出てたね。大丈夫かな、大丈夫か。どこまで伝わったか分かりませんけども、うん、本当はこのシリーズさ、俺はそんだけもう四天王寺すごい、そんなに偉人の名前ポンポン出てくるんだっていうのを狙って作った曲なんだけどさ、もうすっとんだね。私だけ笑ってるよ。そうね、人物名ね、の方が出てくるのか、偉人じゃなくてね、うん、私は人物名じゃないけど、まあ、でもさ、一応日本史の動画だからそこはこだわって、そっか、うん、頑張ろう。いやー、ということでね、またベビちゃん20ポイント獲得です。キーキーキーって言った、私がキーキーキーって。そうか、まあでもね、皆さんまだまだね、うん、大逆転のチャンス残ってますから、それこれがひっくり返るってこと、今まで勝ってたのね、はい、もう最終対決はもう大逆転のチャンス、マジで悲しすぎるそれは。よろしいですか。はい、じゃあ最後の対決いきますか。はい、はい、最終対決はこちらです。じゃん、じゃん、5分でわかる偉人だって人間だものタイム対決。はい、これはね、うん、はい、これ間違えた、これは、はい、これはね、はい、ルール説明お願いします。はい、四天王寺は偉人を5分で、うん、いつもみたいに、ね、うん、やるんだけど、
私は好きなテーマで1分、うん、1分何でもいいんだな、何でもいい、1分喋って、うんうん、で誤差が少ない方が30ポイント、うん、はい、でもさらにねボーナスポイントになるでしょ、ボーナスポイント、うん、誤差が10秒以内なら50ポイント、うん、ぴったり賞なら100ポイント、つまり私が5分ぴったりで説明すれば100ポイント入るから大逆転するわけですよ。それ起きたら本当すごいね。だよね。あとね、まあ、誤差10秒以内、だから俺の場合は4分50秒から5分10秒の間に、ね、ぴったり収めて、さらにベビちゃんよりも、ね、誤差が少なければ50ポイント入るから、それ同点になるわけです。そうだ。今まで何だったんだって書いてる人が。そうだよね。でもそういうのが多いよね、最近。約束だね、はい。でもなかなかね、今までね、私のその5分で分かる偉人だって人間だものを聞いて、うん、見ていただいている方は分かりかもしれませんが、5分ぴったりにするって相当難しいですよ。いや、何分でも難しいと思うよ、ちょっきりは。ちょっきりってない、うん、ちょっきし。ちょっきし？うん、難しいと思う。だって1回目の坂本龍馬の時15分かかったもんね。それはどうかと思うけど。ね、うん。なので、なかなかちょっと難しいから、まあ、不利は不利ですけども、まあ、ちょっと奇跡を起こしましょう、1回目ですから。そうだね。はい。じゃあね、これね、勝った方からいこう。なんで？だって俺がさ、これでさ、全然なんかさ、誤差10秒以上になっちゃったらさ、それで勝負決まっちゃうじゃん。うん、ねえ、私から、うん、ベビちゃんから行きましょう。分かったいいか、はい、じゃあベビちゃん今日は何のテーマを、ベビちゃん今日は、はい、ちょっとね、読みながらやるけど、うん、美容系の話をします。おお、美容テーマですか。そう、美容テーマでちょっと商品を紹介したいと思います、はい、うん、いつも使ってる商品を紹介したいと思います。あ、ストップウォッチをね、置いてきちゃった。ちょっと待ってきて。え？ストップウォッチ、ね、どこに置いたっけ？ストップ、本当だ、うん、段取り悪くてごめんなさい。ごめんなさいね、ちょっと。ここ入れとくよーっつってね。え？ストップウォッチなかったら携帯で測る？そうだね。あ、疲れる？あ、じゃあ、ベビちゃん大丈夫だよ。ベビちゃんあります。うん。これで、はい、すみません。どっか行っちゃった、どうしよう。はい、じゃあね、じゃあ私が用意した後でね、じゃあこれで。これ緊張するの分かるわ。ね、はい。はい、ここに分かる。じゃあ美容ね。はい。はい。じゃあ1分で分かる美容。はい。いきますよ。よーい、スタート。はい、今日はフルリっていう商品を説明したいと思います。フルリはエステティックと美容皮膚科と管理栄養士がコラボし共同開発したプロデュースクレンジングなんです。はい、毎日のおうちのケアで高い効果が得られる画期的なアイテムです。うん、それがこちらです。ちゃんと持ってきて。じゃん。そう、即効性がある治療ではなく、うん、肌の根本から変えていく素肌の基礎作りにこだわった製品。そう、効果としては、うん、毛穴の変化、うん、毛穴が引き締まり、うん、肌が根本から変わっていくのを実感できます。そして、うん、モンドセレクション6年連続最高金賞を受賞しているなど、あといろいろ他にもさまざまな賞を受賞してます。日本肌再生医学会の基準をクリアしていて、認定商品とも認められ、うん、化粧品としては数少ない、うん、医療専門誌に掲載されたクレンジングでもあります。すごいね。すごいんです。ね、数ヶ月にね、2、3回エステに行くより、うん、毎日のスキンケアで綺麗なお肌を目指せるので、ぜひ試してみてください。はい。はい、終わり。はい。それではベビちゃんのタイムを発表します。過ぎたと思う。はい、ベビちゃんのただいまのタイム、はい、
1分21秒です。1分絶対過ぎてると思った。まあでも1分21秒です。ゆっくり読んだから失敗したなと思って。うん、でも誤差21秒。ね。覚えててください。はい。ってことは、じゃあ俺が誤差10秒以内だったら同点。ピタリ賞なら逆転。間違い。よかった。はい。ちょっと待って。緊張してきた。緊張して。私、本当にうまく説明できなかったもん、本当に。超下手くそになっちゃった。ちょっと緊張してきた。ダメだよ、いくよ。ちょっと待って、はい、ずるいよ、練習したらダメだよ。ちょっと待って。ずるい。何を解説するのか聞いてよ。何解説するの今回はね、うん、紫式部でいきたいと思います。知ってますか、紫式部。うん、知ってるよ。出ますか。うん、はい。わあ、ちょっと緊張するな。じゃあ行きます。ちょっと待って。いつも通りさ、あのね、分かった。用意してますから、それそこは手伝ってください。はい。はい、ちょっと待って。まずランドリアでしょ。はい、ということで今回ご紹介するのはねこちらです。じゃん。じゃん。はい。5分でわかる。紫式部だって人間のもの。パチパチ。はい。はい。ということで。いきますか。やーい。ピー。はい、もうね、紫式部といえば何といっても、はい、こちらのね、源氏物語を書いた人です。はい、ね。はい、主人公は、はい、おなじみ、もうね、超モテ男の光源氏です。うん。ね、源の通るとかでね、モテるとも言われてますが、はい、このモテ元の光源氏が主人公です。はい。で、その内容はというとですね、もうね、とにかくもう不倫、略奪罪、ロリコン、熟女、BL。何でもありの恋愛小説です。うん、もう韓国ドラマよりもドロドロするでしょ、うん、はい。でね、この源氏物語何がすごいってね、うん、はい。まずまあよく言われてるのが、世界最古の長編小説と言われてます。うん、世界最古ですごいでしょ、うん、で長編っていうだけあってね、うん、とにかく長い。長い。うん。もう登場人物はね、約500人。すごいでしょ、すごい。ね。でね、とにかくもうさ、ね、もう書かれてからもう1000年以上経ってるわけですよ。うんうん、で1000年以上経ってもいまだにいろんな人に読まれてるっていうのはすごいんですけど、うん、もうね、日本だけじゃなくてね、もう海外でも大人気。でもね、翻訳されている数はなんとね、うん、はい、もう20カ国以上。すごいでしょ？すごい、ね、でこんなもんね、世界的な、ね、恋愛小説を書いた紫式部ですが、うん、性格はね、じゃあどんな人だったのかというと、うん、はい、意外とね、はい、マイナス思考のネクラ女子だった。そうなの？そう、もう話とは全然違うんですけどさ、うん。うん。でね、私生活もなかなかね、不幸な方で、うん、はい、結婚した旦那がね、2年で病死しちゃいます。へえ。はい。で、その後にね、うん、はい、そのね、一条天のね、中宮いわゆるお嫁、うん、まあ、仕事もしたりするんですけど、うん、まあ、この一条ってちなみに猫大好きでね、うんうんうん、覚えてますか、うん、はい。そうやってね、一応、まあ、宮中に使えるんですけども、あの、同じ職場のね、女性たちからね、嫌われちゃって、うん、はい。仕方攻撃になります。へ、うん、でね、もう心病んじゃってね、はい。まさきしきとさん、うん、はい。引きこもりになっちゃって。だいたいね、5ヶ月ぐらい。うん、もう仕事場にも行けなくなっちゃって。5ヶ月か。5ヶ月か。はい。ね。だから、ね、病んじゃいました。で、そんな紫式部のストレス発散が、こちらの日記。うん。もうね、これ紫式部日記っていうのもね、結構有名なんですけども、はい、でこのね、日記の中でね、どんなこと書いてたかというと、うん、もうとにかくね、気に食わない人を、うん、はい、ディスりまくります。性格悪くない？もうね、本当にすごいディスり方するんですよ、うん、まあ、例えば同じ職場にね、後輩のね、泉式部さんっていうね、うん、これも有名な歌人ですけど、うん、まあ、この人のことはね、うん、はい、もう、はい、もう男癖が悪いですね。まあ確かにね、はい、でどんな風にディスったのかというと、うん、はい、それがこちらです。ちょっと長いですけど、私賢いでしょってドヤ顔して女のくせに漢字書きまってるけど、よく見たらゴジラけじゃない、こんな女はろくな人生送らないわね。へ、ね、ケチョンケチョンでしょ。、うん、まあ、当時ね、漢字っていうのは、うん、そのいわゆるさ、こうなんか書けたらすごいみたいなさ、うん、というあの、まあ、男のステータスみたいなのがあったら、うん、なんか女が書くもんじゃないってくださいね。うん、だからさ、そんなね、女性なのにさ、うん、漢字書いて、私こんな漢字も書けるのよみたいなさ、うん、ことをやってる、まあ、
で、そんなことをするんですね。まあ、ちなみに紫式部もね、漢字はめちゃくちゃ書けたんですけどね。はい。そうなんですよ。でね、まあ、なんでそこまで憎んだかっていう、もう一つなんですけどね。はい。それで真逆でね、清少納言でもキラキラ女子なんですよ、いわゆる。もうね、今で言ったらもうインスタとかにね、ほら、私こんなに幸せにしてるの。ああ、そういう系、そう。でも関係したね、男のこともいろいろ赤裸々に書いたりとか。そう、キラキラ女子なのか。そうそうそう。でね、さらに、派手好きなダサオって言うするんだよね。バカにしたの、そういう清少納言。あ、こんなこともあってね、すごい綺麗だったんだけど。で、とりあえずね、まあそういう地味な生活を送ってた紫式部さんなんだけど、まあ、中にはね、まあ、ちょっとね、ちょっぺ出そうとした男がいて、まあ、その奴隷がね、はい、この藤原道長ってね、まあ、時のもう最大権力者。で、紫式部のパトロンでもあったんです。この人がいたから小説書けるみたいな思ってた。まあ、だからね、一回ぐらいね、相手してやってもよかったんですけど、はい、道長さんに対して、完全に塩対応。全然、もうちょっとこの辺りどうって言っても全然もう。やっぱこの人性格悪いんだね。まあちょっとね、なんかだから旦那死んでからね、そういう恋愛とかもあんまりしなかったんですよ。旦那も殺されたんじゃないの、ね、なんか精神をやられて。はい、うん。まあなんでね、こういう、まあ一応ね、現地物語でああいう恋愛小説を書いてるけども、うん、まあ私生活はね、ちょっとまあ、だいぶギャップのある紫式部さんでした。はい。さあ、結構いい線いってるんじゃない？いい線いってる。はい。はい。発表してください。5分。はい、31位です。あ、よかった、勝った。やったー、マジかー。まあ一応ね、この対戦は俺の勝ちだから、勝ちじゃん、負けか、負けだ、うん、負けだよ、31だもんね、うん、ということはビビちゃんにさらに30ポイントが入って、はい、1回目の対決は80点差で、ベビちゃんの勝利。やったー、やったやったー、すごい。すいませんでした。これは勝ちすぎてつまらなかったですね。ごめんね。なんか待って、うん、私勝つときずっと勝つね、でも。いやーすごいね。ね、まさか動物クイズのときもそうだったよね。そうだねー。うん、いやー、おめでとう、ありがとう、皆さんどうもすみませんでした。そうだね、はい。皆さん感想くださってますか ね。ボーナス、賞金50万円。ああ、そうだ、忘れてた。じゃあ、賞金をね。うん。はい。じゃあね、ね、こちらのね、抽選箱の、このね、この抽選箱にいろいろカプセル入ってますから。あ、ここにストップウォッチ入った。なんでここに私入れた覚えないのに最悪私カバンに入れたのに、ね、はい、ここにねこういったはい、お金がね入ってる、はい、カプセルがたくさん入ってます、はい、ここにねちゃんとこの1万円札も、はい、この1万円もちゃんと入れます。これはまちょうだいよ、はい、ちょっと締めて、あ、これね、俺の自腹だから、俺もドキドキしてんだよ。だってウェルちゃん頑張ってるもん。頑張ってる、確かに頑張ってる。はい、じゃあベルちゃん、中の魚に。私ね、くじ運悪いの。本当にくじ運悪いから、これはね当たる気がしないから。今日のね賞金がいくらか、うん、はい、じゃあ1枚1つ引いてください、カプセルを。はい、でで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 、見せてください。見ちゃった。さあ、今回の賞金はいくらでしょうか。1円だった。なんで1円なんて入れんの、もう最悪。最悪マジで。1円をバカにするものは1円に泣くって言うと。本当に最悪。はい、じゃあビビちゃんにこの賞金を贈呈します。
はい。山田さん、やっけー。おめでとうございまーす。あ、さっきそこに入れるときに貸した500円も返してさ。500円ないって言ったから。いやー、ね。最悪ー、もうほんと最悪ー。100円ぐらい欲しかった。ねえ、まさかの1円だったね。ショック。これ出すのもなかなかの確率だよ。え、そうなの？うん。私ね、これじゃないなって思ったけど、今日は全部一発で決めたから、これも一発で決めようと思ったんだよね。あ、もう一回引きたいな、もう一回引いていい？ああ、試しにね。試しに。ちゃんとね、お札他にも入ってるんですよ。これも考えた。あれ、でも全然ダメだ。10円だ。これが引くか。10円だった。あ、これ500円。私の500円。え、全然どこ行ったの？ないじゃん。ちゃんと5000円とかも入ってんだよ。あ、ほらほらほら。あ、つまんない。え、私なんか小銭ばっかり行くんだけど小銭率高くない？これそんなことないですよ。だって15個ぐらい入ってるんでしょ。うん、そんなことないですよ。ちゃんとそれなりに入ってこんなに頑張ったから素直にあげなよ。そう、ね、本当だよ。俺もそんな非難を受けるんじゃないかなと思ってましたよ。着替えの布も作ったのに。そうだよね。ぬいぬいした。あ、まあ、ということでね、今回はね、残念ながら残念生着替えも見れませんでしたが。本当だね。ごめんなさいでした。生着替え。はい。どうですかね。ちょっと皆さんのちゃんと感想コメントとかちょっと読み上げて。あー、ゆうたありがとね、来てくれて。仕事のさ、休憩の時来てくれたの。ありがとう。今、17人の人、ありがとうございます。ありがとうございます。明日、ゆうすけさん、パチパチ。よういちありがとう。かぶちありがとう。ね、皆さん、ありがとうございます。最後にこんなに盛り下がるの。ほんとだよ。頑張ってんのにゃー。でもね、確かにね。ほんまに強い？ほんと？まあ確かに強いか。でも、最後の最後に弾けない。私、ほんとにくじ運悪いからさ。ほんとに。そうなんだ。そう、ダメなの。生着替え見たかった。そうだよね。ごめんね。すいません。次回は頑張ります。ね、私を応援したら生着替えが見れないっていう、なんかすごい難しいことになってきてる ね、うん、まあ今回は1回目でさ、うん、ちょっとね、甘やかしすぎたかな。ベビちゃんにハンデや答えすぎた。そうだって、クイズとか全部私がたまたま当てたからあれだったんだ。いや、全問正解だったもんな、びっくりだよね、うん、そう、偶然だったもんだから、うん、あとね、しりとりがね、うん、思った以上、ね、怖い。うん、そう、あ、違う、しりとりが怖いって。そう、怖かったから。あれで俺も頭の中ぶっ飛んじゃったからさ。うん、ちょっと家で俺一人で自主練してくるわ、次回まで。自分で。風船なんで練習とかすんの？完全にもう頭すっ飛んじゃったもん。うん、吹っ飛ぶね。うん、私、一分もね、練習の時でもちょっとオーバーするの。あ、噛んじゃうから。うん、もっとやっぱオーバーしちゃった。うん、あとさ、まあ、次回もね、また5分で分かると1分で分かるよね、うん、またやっていきたいんですけども、うん、なんか皆さんからこうベビちゃんにこういうのをなんかちょっとね、説明してほしい、教えてほしいとか、あとなんかね、偉人だったらじゃあこの人の今度を紹介してほしいとか、そういうのもあればぜひコメントでいただければね、ちょっと参考にさせていただければと思うので、うん、はい、ちょっとあの寄せていただければと思います。うん、ね。頑張って姿が一番見たいかな、生着替えとかいらんって、いい。ゆうこちゃんすごいね。効果音ないと縛られないね。ああ、効果音ね。途中参加ありがとうございます。のままさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。大事に思ってくれてありがとう。頑張るね。ああ、本当だ。本当になんかゆいファミリーの結束って固いよね、なんかね。そう、だからね、うん、そうなの。そうなんだよ。いやね、うん、頑張るね。本当にファミリーみたいだよね。そう、あ、うん、長いしね。まあ長くない人もいるけど、うん、ね、うん、そうそう、あったかいよ、みんなあったかい。ね、うん、本当にあったかいよね。応援してくれてね。ありがとうございます。まあ今回はね、1回目だったんでね、ちょっといろいろね、段取り悪いとこだったりとかさ、
まあ、ちょっとまああったと思いますけども、でも結構サクサクいけたんじゃない？だってか本当にオーバーしなかったもんね、うん、あんまり5分もだからすごいいつもより気合入ってたみたいな、なんか勝とうとしてさ、なんかさびっくりした、いつもさなんかもう5分ずも過ぎる程度なんかダラダラ喋ってんの。まあ喋りたいこと全部喋ってるね。今日本当に勝ちに来てたかびっくりした。うん、やばいとか思ったタイム見てて。だってさ、うん、ほら、海ちゃんの生着替えを当然ね、やっぱり見たいっていう人もいるわけじゃないですか。うん、そこで俺がダラダラさ、8分9分喋ったらさ、それはお前、いい加減やめろよって話になるでしょ。そういうこと、そういうことか、うん。そこはやっぱガチで勝ちに来ます。そっか。まあでもね、負けちゃったからね、何も言えませんけどね。うん、いやまあでもね、うん、楽しかったんじゃないですか。どうですか？え、うん、楽しかった。楽しかったけど、ちょっと緊張しすぎて、なんか、本当緊張したわ。緊張した？ 1 週間に1回あるんだね、これがね。ああ、そうなんですよ。ねドキドキする本当に。なんかね、面白い企画とか逆にあったらね、どんどんね。せっかくだから生配信でこんなことやってほしいとかね、うん。そういうのがあれば、ぜひぜひコメントいただければと思います。楽しかった。ありがとう。ありがとうございます。はい。そっか。嬉しいな、うん。ありがとうございます。じゃあまた。ね、生配信、これから毎週水曜日の9時からやっていくので、ぜひ皆さんこれからも見てください。ね、じゃあ最後ね、エンディングは最後にちゃんとね、締めます。変態同士が一番生着替え見たがってる。バレてるぞって。そんなことないよ。うん。シミュレーションもね。ね、見えちゃったか、でもあれ見てませんからね、全然覗いてませんから、ね、うん、大丈夫、ね、大丈夫、当たり前じゃん。じゃあ最後はね、うん、なんかちょっと番組っぽくさ、エンディングテーマも流しながらさ、うん、ちょっと終わりにしたいと思いますので、うん、毎週やる、さあ毎週、こっから毎週、はい